ブラツィゴボ市内のラブノゴル村の村長の事務所と、教会、ブラツィゴボは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、パザルジク州に属する、ロドピ山脈のふもとにあり、ペシテラやクリチムから近い。歴史上の記録によると、この地に、町が築かれたのは16世紀で、それ以前の集落跡の上に作られたと考えられる。 考古学的な検証によって、この地域にはかつて、トラキア人が住み、後に、スラブ人が移り住んだと考えられる。1950年、ブラツゴボーの人口は3364人であった。町は、温泉療養の地としても開発が進んだ。ブラツゴボーには18度から26度の光線があり、毎分120リットルの水が湧き出ている。町には、 温泉療養施設が建てられている。温泉は、皮膚病や、神経症、腎臓関係の病気などに効能がある。ブラツゴボ基礎自治体には、その中心であるブラツゴボをはじめ、以下の町村が存在している。A.B.2008 年10月8日閲覧。コロンビア、リピンコットギャザティア。ありがとうございます。